バーズ江小川社長に対する誤った批判がなされているのを稀にネット上で目にします。私も先日小川社長に関する動画を投稿した時、そういったコメントを目にしました。それが正しい批判であればそれもその人の意見ですので別にいいかなと思うんですけれども、明らかに間違った批判があったので私の方から訂正します。リバーズ江小川社長は広告収入を稼ぐのが目的でユタボンを動画のネタにしているという批判です。確かにそう思う人が一定数いるのは仕方ないと思います。しかし私の意見を言わせてもらうと、それは違いますよ。私は動画時間や再生数などからその動画一本でどれだけの広告収入が入ってくるのか大まかな金額を予想することができます。過去に YouTuber の月収を予想する動画も複数投稿しています。で、小川社長が投稿されているユタボン様に関する動画を見るとどのくらい稼いでるのかの予想は大体つきます。その上で言わせてもらうと、確かに小川社長はそれなりの金額を得ていますが、編集や撮影の手間を考えるとそこまで割に合っているとは思えません。それなりの額ではありますけど、そこまで大金でもないです。ボロ儲けしてるというわけでは絶対にないです。またそもそもの話として、彼は経営者ですので YouTube で無理して稼ぐ必要はありませんよね。多分なんですけど YouTube の動画を作っているよりも本業に力を入れた方がお金は稼げるはずです。ですからおそらく広告収入だけが目的で YouTube で動画投稿をされているわけではないと思います。いや、確かに広告収入が目的でやってると勘違いする人が一定数いるのも少しわかるんですよ。収益化したチャンネルを持ったことがないとどのくらい儲かっているのかなんてわからないじゃないですか。だから伸びている動画を見たとき反射的にそう思ってしまうのもわかるんですけれども、その批判は前提からして間違っていることを強く主張しておきます。そのような批判をする人を糾弾しようとか批判しようとか思っているわけではありません。むしろこの動画を見て自分がしていた批判は間違っているんだな、的外れなんだなと思い直していただけると非常に嬉しいです。私はそのためにこの動画を作りました。小川社長の収益だけが目的で YouTube をやっていないところや、お金儲けよりも社会貢献を優先する理念がとても素晴らしいと思って私は彼を支持しています。私はそういう本質的なところを見ています。具体的に誰とは言いませんが、中身空っぽで薄っぺらい人を私は基本的に支持しません。ユタボンを利用していると思う人もいるかもしれません。確かにそういう側面もあるかもしれませんが、それで何か問題があるのでしょうか。私はむしろユタボン様を利用するべきだと思います。例えばユタボン様に関するデマを流して売名しているとかだったらそれは大問題です。しかしユタボン様に対する熱い正論パンチをしてそれで有名になるのなら何も問題はないと思います。だって小川社長は基本的には社会的に正しいことをおっしゃっているだけですからね。それが気に食わないというのならそれは単に好き嫌いの話です。企業というものは得てしてお金儲け第一主義になりがちです。しかしリバーズエコという会社は社会貢献も大切にしている会社です。むしろ私個人としてはリバーズエコのような会社にはどんどん有名になってもらいたいと考えています。考えようによってはリバーズエコが有名になることでユタボン様が間接的に社会貢献していると考えることもできるのです。ユタボン様最高や、やっぱりユタボン様がナンバーワン。もちろんこれはあくまで私の意見です。もしそれは違うといった意見がありましたらコメント欄に書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。